アイスクリームカクテルグラスに盛られ、ホイップクリームとウエハースを添えて、アイスクリームは牛乳などを原料にして、冷やしながら空気を含むように攪拌して、クリーム状とし、これを凍らせた菓子である。そのうち、柔らかいものは、ソフトクリームと呼ばれる。法律する通り、国によっては、アイスクリーム製品の規格を規定する場合がある。例えば、日本では乳コケ分及び、 乳脂肪分が最も高いアイスクリームとアイスミルク、ラクトアイスの3種類を合わせて講義にアイスクリーム類と称す。乳成分をほとんど含まず、クリーム状でない評価もアイスクリームにくくられることも多い。乳製品を天然の氷や雪で冷やして食べる習慣は紀元前より見られた。すでに陰の時代の中国や古代エジプトにはシャーベットのような霊化が存在した。 ユリウスカイサルやアレクサンドロス3世は父や密に氷や雪を加えて飲んだという話が伝わっている。また、もともとは3000年以上前に中国で作られた菓子であるとマルコ・ポーロは伝えている。彼が中国で父を凍らせたものを食べ、その製法をイタリアに伝えたという話もある。16世紀初頭にパドバ大学の教授だったマルク・アントニウス・ジマラが常温の水に 多量の小石を溶かすと溶解熱により、吸熱反応を示し、水の温度を下げることができることを発見した。また16世紀中頃には、ベルナルド・ブオン・タレンティが氷に小石を加えることで引く、摂氏20度程度まで温度が下がることを発見した。この原理を利用することで、雪や氷を使用しなくてもシャーベットのような食品を人工的に凍結させることが可能となった。 もちろんその水溶液から小石は何度でも回収できる。現在のアイスクリームの原型は16世紀中頃、フィレンツェでブオンタレンティがメディチ家のために創作したセミフレットのズコットとされている。フランスのオルレアンコアンリに嫁いだメディチ家のカテリーナデメディチ1519年から1589年が菓子職人と共にフランスに持ち込んだとも言われる。しかし、 米国ニューヨーク大学のローラ・ワイスは、この話には根拠がないと述べている。1686年、シチリア出身のフランチェスコ・プロコピオ・ディ・コルテッリーがパリでカフェ・ル・プロコープを開店し、1720年、シチリアの評価グラニータをアレンジしたグラス・アラ・シャンティを売り出した。これは、ホイップクリームを凍らせた評価であり、アイスクリームの商業的成功の最初の例と、みなされている。 イギリスには1624年、カトリーヌの孫、アンディエット・マリーがチャールズ一世の元に嫁いだ時にジェラート職人を伴い伝わったと言われる。チャールズ一世の宴会でフランスの料理人ドミレオによって作られ、大いに商用されたという。チャールズ一世はアイスクリームの製法を秘密にし、王にだけアイスクリームを提供する見返りに、 アイスクリーム職人に一生年金を与えたという伝説がある。しかし、この逸話は19世紀以前の文献には現れず、アイスクリーム売りによる創作とされている。なお、この時代になってもアイスクリームはまだ乳製品をほとんど使用しておらず、代わりにメレンゲを使用したシャーベットに近いものであった。初期のアイスクリームは冷たいボールの中で手を使い作られたため、製造は 大変に困難であった。これを改良する発明は主に18世紀に移民によってアイスクリームが伝わったアメリカ合衆国でなされた。1846年、アメリカのナンシー・ジョンソンという主婦によって手回しのクランク式の攪拌機が発明された。1851年にはメリーランド州ボルチモア市の牛乳やヤコブフッセルが余った生クリームを処理するために 世界初のアイスクリーム製造工場を作った。この後、アイスクリームは量産品と生洋菓子にはっきり分かれるようになる。量産品のアイスクリーム製造はアメリカ合衆国が盛んである。一方、1867年にドイツで製氷機が発明されると、この冷凍技術と落農の発達に伴い、アイスクリームの工場生産時代を減出した。 アイスクリームサンデーは1881年にウィスコンシン州のエドバーナーによって発明された。バーナーは日曜日に5セントでデザートを提供した。このためにこの名がついた。2015年夏の1ヶ月間、イタリア国内の数百店舗では貧困家庭の子供等にアイスを無償提供するプロジェクト保留アイスが実施された。 趣旨に賛同した購入客が2つ分の料金を支払うことで成立する仕組みでサルバマムという NGO が考案した。同国ナポリ発祥とされるカフェソスペーゾに習ったもの。アイスクリームの国別消費量は統計主体や手法により差はあるが、ユーロモニター社の調査によれば一人当たり年間消費量の最大国はオーストラリアの19.3リットルである。日本人で初めて アイスクリームを食べたのは、幕末の1860年、管理丸で渡米した、県米施設団であるとされている。日本初のアイスクリームは、1869年6月、県米施設団のメンバーであった、町田夫佐像が、米国渡航歴のあった、出島松像から製法を教わり、横浜の馬車道通りに開いた、氷水屋で製造、販売したものである。 アイスクリームという名称で、一人前の値段は2分と大変高価なものであったため、民衆に敬遠され、なかなか浸透しなかった。原料は、生乳、砂糖、卵黄と至ってシンプルなもので、これは現在、カスタードアイスとも呼ばれている。横浜遠隔市によると、明治2年は大赤字となり、一時休業したが、明治3年4月の横浜総鎮守。 伊勢山港大神宮創建の祭りに際して再開、再礼の賑わいと初夏の日差しにより、すこぶる繁盛を極め、よって前年の失敗を回復したとある。なお、アイスクリームの日である5月9日が、日本で初めてアイスクリームを製造、販売した日と一般的に言われているが、横浜遠隔市には、そのような記述はないに制定した正式なものである。出島松蔵は、 明治天皇にアイスクリームを献上している。このアイスは富士山麓の氷結及び函館の天然氷を用いて製造したと本人が書き残している。あと2899年7月、東京銀座の資生堂でも売り出し人気メニューとなった。その後日本でアイスクリームの工業生産がスタートするのは大正9年である。日本でのアイスクリームの二千六年度の 国産品及び輸入品の国内販売額は3,558億円とされている。うち、森永乳業12.5%、江崎グリパー12.0%、ハーゲンダッツジャパン11.8%、明治乳業10.5%、ロッテ9.8%、その他43.4%。アイスクリームの原材料としては、乳製品、糖分、油脂、安定剤。 乳化剤、香料が使用される。乳製品は大きく分けて、乳脂肪源となるもの、無脂乳固形分と呼ばれる、脂肪以外の乳固形分源となるもの、両方を含むものに分類される。乳脂肪源となるものとしては、生クリームや無塩バターがある。無塩バターの方が安価であるが、発酵臭が欠点となり得る。脂肪以外の乳固形分源となるものとしては、脱脂粉乳や、 脱脂練乳がある。これらも特有の匂いが欠点となりうる。両方を含むものとしては、乳や濃縮乳、全脂粉乳や全、油練乳がある。また、脂肪分操作のために、脱脂粉乳を作る際に分離した乳脂肪を添加する場合もある。通常、乳は牛乳を意味するが、稀に揚げや羊の乳のものもあるので、一概に牛乳と解釈するのは誤解と言える。 乳脂肪分と無脂乳固形分の良品はそれぞれ出来上がったアイスクリームの性質に大きな影響を及ぼす。乳脂肪分が多いと舌触りが滑らかになるが多すぎると空気を含みにくくなるので硬くなる。無脂乳固形分は乳タンパク質や乳糖、ミネラルなどからなる。味にコクを与え空気を含みやすくするが多すぎると乳糖が結晶化して、 ザラザラした食感になってしまう。アイスクリームに甘みを与えるために糖分を添加する。アイスクリームは冷えた状態で味わうため、甘みを感じにくくなる。そこで、アイスクリームミックスに対して、初糖なら15%前後とかなりの高い割合で、添加する。初糖以外に、ブドウ糖や異性化糖、水飴などが使用される。それぞれの甘みや物性により、 アイスクリームの風味が変化する。例えばブドウ糖は清涼感をもたらす効果がある。水飴以外の糖は凝固点効果によりアイスクリームミックスを凍結しにくくする。これはミルクの味わいを強くする効果があるがアイスクリームが溶けやすくなるので加減が重要である。アイスミルクやラクトアイスに脂肪分を補う目的で使用される。また、 原料コストの低減や健康を意識した観点の商品では植物性油脂が使用される。これは乳脂肪分と同じように室温付近で固体となり体温程度の温度では液体となる性質の油脂が使用される。また油脂自身が特有の匂いを持っていないことが必要である。この条件にかなう植物油はヤシコウカ油やパーム油、メンジつゆなどである。 ポリフェノールで水分と油脂の分離を防ぐ技術を使って、常温でも型が崩れにくい。アイスクリームも開発されている。安定剤乳固形分の乳タンパク質には、凍結時にアイスクリームをゲル化させ、空気を保持して、氷の結晶を細かく保つ働きがある。しかし、乳固形分の少ないアイスミルクや、ラクトアイスではその働きが期待できない。また、 アイスクリームの輸送や貯蔵などの途中で温度が変動すると一部の氷の結晶が誘拐して再凍結することで氷の結晶が成長していき硬い食感になってしまう。これを防ぐために安定剤が使用される。昔はデンプンやゼラチンが使用されていたが現在はペクチン、アルギン酸ナトリウム、アラビアガムなども使用される。ハーゲンダッツは原則不使用なので取り扱いには 注意を要する。乳化剤入固形分には、ある程度乳化剤としての効果があるため、その量の多いアイスクリームでは特に乳化剤を添加しなくとも均一なアイスクリームを作ることができる。しかし、入固形分の少ないアイスミルクや、ラクトアイスでは、不十分なため乳化剤を添加する必要がある。しかし、アイスクリームにも乳化剤を添加する場合がある。 このアイスクリーム中の乳化剤の働きは通常、期待される海面活性効果とは異なり、逆に凍結時に乳化を適度に破壊して、乳脂肪の湯滴を大きく成長させることにあるとされている。これによって、アイスクリームの食感が水っぽくなくなる。グリセリン脂肪酸エステルや初糖脂肪酸エステル、レシチンなどが使用される。天然素材を求める時代の風潮から、これらの添加物も、 食物由来である場合が多くなった。フレーバーアイスクリームには、父の味に合うフレーバーが付与される。バニラ、チョコレート、ストロベリーの3種のフレーバーが主であったが、現在ではその他の果実や抹茶、コーヒーなどの嗜好飲料のフレーバーを添加した製品も多くなっている。アイスミルクや、ラクトアイスでは、父の味を補うためにミルクフレーバーも用いられる。 アイスクリームメーカーアイスクリームの製造は、原料の混合、乳化、殺菌、冷却、エイジング、凍結、硬化からなる。原料の混合原料を混合し完全に溶解し、アイスクリームミックスとする。摂氏60度前後に加温して行われる。乳化アイスクリームミックス中の湯滴を細かく、粉砕して均一な状態にする。通常2回乳化は行われる。 1>, 1回目の乳化は高圧で行い、湯滴の直径を2メートル以下まで細かくする。この時点ではいくつかの湯滴がくっつき合っている。2回目の乳化は低圧で行い、この湯滴をバラバラにして分散させる。殺菌アイスクリームミックス中の菌を殺菌するほか、乳原料中に含まれる酵素を失活させる働きもある。 酵素の活性が残存しているというが分解されて匂いが出てくるためである。工業的にはタンクで行うバッチ式の殺菌では冷却に時間がかかり品質の劣化が起こりやすいため連続流通式の高温瞬間殺菌法が使用されている。冷却、エイジング殺菌後ただちにアイスクリームミックスは冷蔵されそのまましばらく貯蔵される。 貯蔵中に乳化剤が湯滴の表面に十分に吸着したり、湯滴中の脂肪が焦化したりする。これは凍結時の空気の保持などに影響する。凍結アイスクリームミックスと空気をフリーザーに導入しマイナスに摂取9度程度の温度まで急速に冷却し凍結させる。激しく攪拌しながら急速に凍結することによって空気がアイスクリーム中に気泡として取り込まれたまま凍結し、 アイスクリーム特有の食感が得られる。この取り込まれた空気の体積のアイスクリームミックスの体積に対する比率をオーバーランという。適当なオーバーランはアイスクリームミックスの蘇生により変わるが、低すぎると硬く冷たすぎる食感となり、多すぎるとパサパサした食感となる。凍結速度が速いほど氷の結晶が細かくなり滑らかな食感のアイスクリームができる。 この凍結でアイスクリーム中の水分の50から80%程度が凍結した状態になる。なお、ソフトクリームはこの時点でアイスクリームを取り出し盛り付けたものである。硬化フリーザーから出てきたアイスクリームを容器に充填してそのまま引く摂氏20度以下まで冷却して残っている水分の大部分も凍結させる。これはフリーザーの凍結温度そのままでは 氷の結晶の誘拐と成長によって徐々に氷の結晶が合体してザラザラした食感になったり気泡が合体して不均一になったりしてしまうためである。なお一連の工程を液体窒素を用いて短時間で調理する方法もある。アイスクリームは成分規格により分類される。日本におけるアイスクリーム類と評価は 父及び乳製品の成分規格等に関する症例及びアイスクリーム類及び評価の表示に関する構成競争規約によって分類されている。なお、父等症例において乳製品に分類されるのは下記のアイスクリーム類である。いずれも食品衛生法に基づく規格に適合しなければならないとされている。なお、長年の研究からアイスクリームの温度が 氷点下摂取25度以下であれば、元の状態がほとんど変化しないことが分かっており、日本アイスクリーム協会では、工場冷凍庫や営業冷凍庫において、長期間アイスクリームを保管する場合は、氷点下摂取25度以下、小売店に配送して、家庭で保存するまでは最低限氷点下摂取18度以下で保管することを推奨している。 氷点下摂氏18度以下で保存されることが前提であり、適切な温度で保存されれば品質変化は極めてわずかだが、適切に温度管理されなければ変質仕事に戻らないことから、保存期間よりも温度管理が重要である。そのため、日本では賞味期限、消費期限の表示義務はない。アメリカ食品医薬品局による規則では、 アイスクリームは乳固形分20%以上、乳脂肪分10%以上を含むものとされている。乳脂肪6%以上、タンパク質2.7%以上のものはメロリンと称される。以前はアイスクリームよりも乳固形分、乳脂肪分が少ない分類としてアイスミルクがあったが、現在は廃止されている。アイスクリームは商品形態により次のように分類される。 カップカップ入りのアイスクリームのカップは紙製と樹脂製に対別され蓋やシールで密封されている。スティックスティックタイプのアイスクリームのスティックには木製や樹脂製のものがある。スティックタイプのアイスクリームの製法はモールドタイプとエクスツールドタイプに分けられる。もなか最中生地を加食容器として利用したもの。アイスクリームコーン食べられる塩水系の受け皿は アイスクリームコーンあるいは単に、コーンという。日本語では、カタカナ表記が同じなので勘違いされることが多いが、コーンという呼び名は、形状から来ており、原料はトウモロコシではなく、小麦粉である。現在では四角錐のような形状のもの、小型のタルト生地のような形状のものもあり、このような塩水系でないものも含めて、小麦粉を焼いて作られる上部の開いた容器は一般に、 コーンと呼ばれている。ワッフル生地を固く焼いたワッフルコーンもある。コーンの発明者は不明である。これに関する最初の文献記述はミセス・エビー・マーシャル・ S ・クカリーブックである。マーシャルはアイスクリーム製法に様々な工夫をした人物として知られ、彼女自身による発明の可能性もある。このカップは1904年のセントルイス。 万国博覧会のアイスクリーム売りが使用し、一気に全世界に広まった。アイスクリーム専門店などでは、販売時にコーンを保管しておくためのコーンスタンドが用いられ、販売の際にはコーンの下場に円錐状の紙が取り付けられることもある。さらに、ソフトクリームなどでは、小麦粉の生地を焼いて作られたキャップがアクセントに乗せられていることもある。その他、 アイスクリームには次のような販売形態がある。一個単位で販売されるものをシングルパックという。コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでは一食分に包装されたアイスクリームが販売されている。製品の形態としては紙製あるいはプラスチック製のカップに入ったカップアイス、プラスチック容器に一食分ずつ密封包装されてさらに簡単に取り出せるようにした。 ポーションアイス、プラスチック容器入りアイスクリーム、木などの棒にアイスクリームがついたアイスバーなどの形態を取る。やや小さめのアイスクリームを詰め合わせたものをマルチパックという。小包装のアイスクリームを複数個ずつ箱詰めした形態で販売されている。大型容器あるいはケーキタイプのように皿に盛り付けたり、切り分けたりするものをホームタイプという。スーパーマーケットや コンビニエンスストアなどでは丸型あるいは角型のプラスチック製あるいは紙製の大型容器に入ったアイスクリームが販売されている。容量数リットルのアイスクリームが容器に充填されており容器から取り分けて食べる。代表的なブランドにハーゲンダッツ、レディーボーデンなどがある。レストラン、ファーストフード店、ホテル、喫茶店など向けに2から10リットル程度のアイスクリームを 大型容器に充填したもの。外食産業、編集喫茶店などでは、バニラアイスクリームだけを置いてある場合もあるが、レストランによっては、アイスクリームの盛り合わせやフルーツなど他の食品との組み合わせからなるデザートも提供される。これらの飲食店では何らかの皿や器にアイスクリームを持って提供する点が共通している。専門店、編集ワンアイスクリームを専門に売る店舗があり、 そうした店舗は全国的、国際的、または広域的なチェーン店であることも多い。代表的なものにバスキン、ロビンス、ハーゲンダッツ、ホブソンズ、ブルーシールなどがある。これらの店舗では多種多様なフレーバーのアイスクリームを提供し、コーン、ワッフル、紙製のカップなどを用いる。これらのアイスクリームは店内で食べるだけでなく持ち帰りも可能である。 カテゴリー、アイスクリームショップも3、自動販売機、編集日本では江崎グリーコがセブンティーンアイスブランドで駅構内やゲームセンターなどに設置している。また、森永製菓もショッピングセンターやサービスエリアに展開している。屋外販売、編集屋台などの屋外販売の場合、一食分を取り分ける場合、個別にパッケージされた場合、その場で一食分を作る場合、 など、複数の商品形態がある。一例として、秋田県名物のババヘラなどが挙げられる。アイスクリームグラスなどで、アイスクリームが供される場合には、デコレーションとして、上にウェハース、固く焼いたワッフル、シュガーロールが乗せられることもある。ディッシャーアイスクリームを、コーンや器に簡単に乗せることができるようにした、専用の道具。アイスクリームグラス食事などで、 デザートにアイスクリームを出す際に用いられる専用のグラス。アイスクリームスプーン、アイスクリーム専用のスプーン。金属製スプーンのほか、紙袋などに包装された使い捨ての木製スプーンもある。ありがとうございます。